にちは、新庄美咲です。本日は奈良市財育省庁にございます、こちらの単身サマー物件の方に来ております。洋室の方がですね、かなり広さがございますので、ベッドですとか机、大きな家具お持ちの方も安心して置いていただける広さとなっております。あとはバルコニーは、日当たり良好な南向きのお部屋となっております。ね、洗濯物を干すスペースもございますので快適に干していただけますね。シャッターも、ね、ついておりますので1階でも安心してお住まいいただけます。ただ収納スペースもしっかりと確保されておりまして、こちらですね、奥行きも高さもしっかりとございますので、お洋服やスーツケースなどの大きな荷物もしっかりと入れていただけるようになっております。インターホンもございますので、しっかりとね、お声で確認していただくことができるようになっております。で、扉を隔てて、こちらが水回りのスペースですね。まずちょっとこう真ん中にキッチンがございまして、一口のガスコンロがついております。収納も、こちら上と、そして下の方にですね、こう分けて入れていただけるようになっております。隣には冷蔵庫を置いていただくスペース、しっかりと広く取られております。ただこちら嬉しい室内洗濯機置き場がございますので、寒い日でもね、中で洗濯物をしていただけます。こちらくくりつけのシューズボックスもございますので、こちらでね、靴も収納してもらって、玄関をすっきりと使っていただけます。ただこちらですね、浴槽がこちらとなっております。で、ちょうど真ん中にお手洗いがございまして、こちらはウォシュレットもついております。で、その隣がシャンプードレッサー付きのこちら洗面台となっております。これでね、お掃除も大変しやすいですね。ここでカーテンか何かかけていただけますと、脱衣スペースとしても使っていただけますので、女性の方にもね、嬉しいお風呂、トイレ別々、そして独立の洗面台がついた、充実の間取りとなっております。ただ、近くにはですね、イオンモールの方ですとか、スーパー、コンビニもございますので、お車お持ちの方も、安心してお住まいいただけるビッチとなっております。詳しくは当社のホームページでご確認ください。奈良のもてなし奈良心賃貸先では、皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。バイバイ。